ハードな腹筋やプランク必要ありません。で、5キロ痩せた方法があるんです。1ヶ月で5キロ減ったんだけど6キロリバウンドした。食事を減らしたら便秘になって肌荒れした。いろんな筋トレ頑張りすぎて慢性的な腰痛になった。1週間食事制限したら次の週に暴飲暴食が始まった。今回は無理せず健康的に体重を落とすために役立つ立って行うエクササイズ、タートルワークアウトを紹介します。足踏みをマイペースでいいですからね、ゆっくりやっていきましょう。きつい方はね、歩いてもいいです。いきましょう。もうガンガンね、やっぱりね、運動量が少ないとなかなか痩せません。やっぱりしっかりね、息がね、上がって運動量が多い方が脂肪もカロリーもね、使えますからね。足の向きがね、変にならないようにまっすぐ膝を動かして、よーし、オッケー。じゃあ今度は気をつけから一歩ずつ横に踏み出して、手は万歳。一回呼吸戻していきましょう。一回呼吸をね、整えながら。きつすぎてもね、続かんと痩せないからね。やっぱり腕だるいよーっていう人はね、これでもいいです。肩が硬い人ほどね、だるくなりやすいから、動かせばね、楽になるんだけど、やっぱきついとね、続かないからね。あーしょっけ。今度はクロスして足を伸ばす。2、3、4、こういう感じ。同じ方向ばっかりでいいですよ。つまずかないように注意ですね。内側、内側、後ろ、リズムよく。1、2、1、2。こうちょっとね、頭を使いながらリズムを取るっていうのは意外とね、疲れを感じにくかったり気分転換になるからね、結構ね、おすすめ。あーし、オッケー。今度前後にステップするよ。ピョン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 、前後に。前足から動く、後ろ足から戻る。いいよ。これもね、わからんくなってくるからね。前足から進んで後ろ、後ろから戻って前。あんまり足がね、こうついてこないようにね、同じ幅を保つ。進んだ分だけ後ろも進む、戻った分戻る。よーし、オッケー。で、今度は足を横に上げたら前に伸ばす。横から前、横から前、お尻鍛えていきますよ。いきましょう。横から前、横から、ちゃんとお尻がね、前を向くように。そしたらお尻の横、弱ってる中殿筋が鍛えられますよ。横に上げたら前、これバランスがいるから体幹鍛えられるからね。バランスが悪いよって人は体幹の人弱いかなっていうのがあるね。ここから前、ここから前、 OK。 よっしゃ。今度は膝を前前後ろ後ろ前、交互に2回ずつ。さあ、呼吸戻していきましょう。よし。足をね、ついたらすぐ上げる。地面をちょっと蹴る感じ。つま先でね、ピョーンピョーンってイメージ。しっかりね、息吐きながらお腹引っ込めながらすると、お腹をへこませる腹横筋が鍛えられますからね。よっしゃ。今度は気をつけから横に倒したら戻る、横に倒れたら戻る。
お腹の横鍛えていくよ。しゃあ、よし、行きましょう。一回息吐いて、ふう、やっぱ立って動くメニューはね、一番体がね全身使えるからいいんでね。寝たままのメニューとかで痩せにくいよって人はね、立ったメニューにレベルアップするのがやっぱ大事。もう7日目だからね、結構余裕だと思うけどね。よし、 OK。 で、今度は足を横に出しながら胸をグッ、手のひらを返しながらね、グッグッ、胸広げるよ。よいよ。この背中がね、やっぱ動かなくなるんで猫背になって、呼吸が浅くなって、カロリーの消費が激減します。カロリーって呼吸でね消費しますから、呼吸が少ない、呼吸が浅い人はね、カロリーの消費がすごい悪い。しっかり呼吸をね意識して、よっしゃ、 OK。 よっしゃ、今度は重場でちょっと膝曲げてクロールをしますよ。クロール、泳ぐようなイメージ。でも遠くに伸ばしていくよ、遠くに。クロール、ちょっと余裕ができると腰を回しながら自然とね手が動くようなイメージ。手だけだったらね胴体そのまま固まってるんだけど、胴体を動かしながらうまくね動かしてみて。クロール、よーし、 OK。 で、今度は平泳ぎです。でも手のひらが上、こういうイメージ。遠くに伸ばしたら胸を張る、これもしっかりね、胸の筋肉が広がって背中の筋肉が動きますからね。呼吸が深くなるよ。息吐きながら、よいよ。おーし、 OK。 あとちょっと足広げましょう。手広げましょう。このまま体重移動、体重の下結構お尻をね使う感じ。足を上げてる時にお尻を鍛える、体重支えてる方もお尻を鍛えてます。もし腕がだるい場合はね、下ろしたまんまでもいいです。できる人は手を上げたまんま、大の字がね崩れないように、バランスよくいきましょう。よいよ。おーし、 OK。 いきますよ。はじめにやったジャンピングジャンプ、気をつけたら万歳、気をつけ。もう一回息上げていきましょう。あとちょっとですからね、いきますよ。よし、なんでやっぱこういう運動がね一番痩せる。本当にこの1週間メニューをね1ヶ月ぐらい続けたらね、もう確実に体重が減ってくるからね。やっぱり部分的な運動よりもね、全身使う運動が結局痩せる。部分的はね痩せてからでいいんですよ。よーし、 OK。 はい、最後呼吸を戻しながら軽くウォーキング、これやんないとね疲れて終わるとね、疲れたーって気分になっちゃうから、リセットしてから終わることが大事。あー、呼吸を戻しながら、クールダウンしない人はね習慣化できにくいんですよ。やっぱ疲れたーって終わっちゃうから、疲れをねできるだけ取って終わるのがね、運動やってる人が続く理由。戻ってきたら足ゆっくりしていくよ。ちょっと
よし、OK。最後までできた人はね、本当にすごいと思います。全部できたよって人はコメントでね、できたーって教えて。これを日々続けていくことで、確実に体力、心肺能力、脂肪の燃焼、体重の減少、筋肉のバランスが良くなって、体も引き締まってくるんで、日々続ける人は、何月何日スタートって教えて。ちょっと待って。現在期間限定で、説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、このすべてをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。